鳥羽城は、島国東市軍鳥羽にあった、日本の城、鳥羽藩の藩庁が置かれた。水軍の城で、大手門が海側へ突出して築かれたため、鳥羽の浮城、また、城の海側が黒色、山側が白色に塗られていたため、錦城、金城とも呼ばれる。茎を下か鳥羽城があったトイの山の鳥羽湾に、突出した部分には、中世、立花の死の館があった。 文禄三年当時、豊臣秀吉の家臣であった、久喜義隆がその跡地に築城した。久喜家三代、内藤家三代、天領、土井家一代、小牛家一代、板倉家一代、都大一代と目まぐるしく城主が変わり、京方十年以降に稲垣家八代でようやく定着した。安政元年に地震により、城内天守以下の建物が倒壊し、修理を加えないまま、 明治4年に、渡来県が知見され、同年に払い下げられ、破却された。賭場城を越えず、浅野文庫所蔵現在の鳥羽水族館の裏手にある、低い丘が、羽城跡である。本丸跡は、鳥羽市立鳥羽小学校の運動場となっていた。山徳北川の武家屋敷跡には、市役所、城山公園、旧鳥羽幼稚園などが作られ、以降は、本丸と、 旧家老屋敷の石垣が残っている。昭和40年12月には三重県史跡に指定されている。国費主国上図の内戸場城の絵図が平成30年に発見確認され、令和元年に公表された。長らく戸場小学校の敷地となっていた本丸跡は2009年に同校が校舎の老朽化を理由に移転したことを契機に、 翌年の2010年に天守台や本丸御殿の移行確認を主たる理由とした発掘調査を実施した。その際に天守グルワに関連すると見られる雨落ち溝などの移行を確認できたものの天守台と推定される場所は作兵が著しく石垣の痕跡は確認できなかった。しかし、平成25年に鳥羽市立図書館で天守の具体的な寸法が書かれた。 古文書が保管されていることが分かった。その古文書によると、天守の一重目と二重目は、正面五軒と奥行き六軒、三重目が三軒半と三軒一尺の広さを有し、四方には三尺の走りが取り付けられていたほか、天守台には何度が設けられていたという。ありがとうございます。